おはようございます。初ステーキング報酬おめでとうございます。すごいいっぱい入るでしょ。びっくりですよね。だからね、体のエーダーを持っておいて、すごい得だなとかね、すごい嬉しいなっていうのは、まあ先行して体のエーダー自身を持てたってこともラッキーなんですけども、その上場後のね、この価格の推移ですよね。そしてこのステーキングが始まったことによって、ただでさえ溢れ返ってる資金がもっともっと増えちゃってるってことなんですよ。でしかもこのステーキングってのは委任をするだけなんで、自分の体のがどっかに行くわけじゃないんですよね。例えて言えば、自分の家のタンスに入れてるお金が銀行に委任ですよって言ってるだけで、お金を移したわけでもないのに勝手に増えているってとこなんですよ、ね。これが5日ごとに入るわけですから、もうとんでもないことになりますよね。だから体のエーダー、こういう特徴がありますんで、どん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 これから人気で、まあすごく購入者増えると思うんですよ。もっともっと知らせていけば、もっともっと増えると思うんですよ。購入者が増えたら、ステーキングをする人も増えますよね。そしたらステーキング報酬振り込まれますよね。そうするとユーザーが保有する体の量っていうのは圧倒的に増えるわけですよ。ということはどういうことかっていうと、ステーキング報酬の付与による価格の押し上げっていうのもありますんで、バン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 上がっていくわけですよ。これがね、5日ごと10年続くわけですよ。どうしましょうか。感動ですね。それではこれからも一緒に楽しんでいきましょう。体のエーダーライフ。イエイ。